さあ田村大和選手の4分半のフリーのスケーティングが始まりました。昨年度の全日本選手権2位、まあ、渡辺さん、はい、本田君の後を追うのがこの田村君ですね。そうですね、まあ、1級先輩なんですけどね、彼の方が。でも今年は男子は2人っていう枠がありまして、はい、田村君がオリンピックに出れる確率はすごく高いと思うんですね。172センチの長身の田村、トリプルルッツ、綺麗に決まりました。こう観客にアピールする力ってありますね。はい、非常に膝が柔らかくて、スケートが伸びるんですよね。足の長さを見せますこの田村大和。まあ、あまり本人はオリンピック意識しすぎるとどうしても硬くなってしまうんで、精神面が自分では課題ではないかというふうに話しておりました。こういうミスがね、やはり、まあ、今日はまだ演技会ですからいいんですけども、試合になりますとそういうとこが決まるとものすごく迫力いい演技になっていくんですけどね。まあ、合宿の疲れはあると思うんですが、こういうステップの乗り方も非常に彼の場合滑らかに雰囲気出てますよね。シェルブールの雨傘、この笑顔音楽に乗りまして4分半の田村大和のフリーの演技です。綺麗です。次からトーループのコンビネーションですね。3回転の3回転です。手足が長いですからスピンも綺麗ですね。そうですね。後半の盛り上げを大事にしたいというふうに話しておりました田村。こういうステップの細かいこのつなぎをもっともっとこう磨いていくとよりいい演技になっていくんじゃないかしらと思うんですけどね。それが世界に通じてくるということですね。そうですね。本当に一つ一つはすごくいいものを持ってますから。自分がこうね、ついていくのにちょっとこうまだシーズン始めだからだと思うんですけど。さあエンディングが近づきます。2回転半からこれはトリプルトーループです。部分的に磨いていくと、本当にもうオリンピックの選手としてね、ぜひ活躍してほしいなと思いますね。そうですね。さあ今のジャンプですね。トリプルルッツ。
ますから、またトリプル、トーループ、全部で6回転回ってるんですね、この。まあ、合宿の疲れもあるんでしょうけれども、この辺はジャンプ高いですね。まあ、これからまた大いに期待したい選手ですね。そうですね。あの氷の上に登るまではすごい緊張して足が震えてたんですけど、氷の上に立ってからなんか分かんないんですけど、急に落ち着いてきて、いつも通りの演技ができました。今後の課題を教えてください。まずトリプルアクセルを覚えることで、そして早いうちにそのトリプルアクセルができるようになってから4回転の練習も始めたいんで。